あ、失礼。はい、皆様アニョッス。9月、すっかり涼しくなってきましたね。学生の方は本格的に授業も始まってると思いますが、授業中のお腹グーグー、あれ恥ずかしい。特に静かな授業とか、テスト中とかだともう最悪。あの音、原因は空気なんだとか、食べ物を消化して胃から腸に送る過程で、空気も移動するらしいのですが、腸に続く胃の小さな出口から、空気が通る際にグーグーなるそうです。ということで本日は、お腹のグーグーを抑える方法茶番、やっていきます。まあ正直半分以上ネタの動画ですが、お楽しみいただけますと幸いです。では、どうぞ。ということでありまして、オカマメイクに不満を持った農民の反乱により、2万年続いた岡鎌倉幕府はついに滅亡したのです。じゃあここまで復習、小テストです。じゃあテスト始め。先生。どうした主。今からお腹鳴りまーす。え？はい。いやー、すっきり。みんな、グーグーが恥ずかしい時は、開き直ろうぜ。宣言する方が100倍恥ずかしいわ。先生、私も。うん。見た目じゃね、女の子はい、続きましては、姿勢についてです。主も学生時代、何度もグーグーピンチを経験してきましたが、そんな時は姿勢を良くして、空気をお腹に溜めるような感じで呼吸すると、結構止まってました。猫背は NG だな。今回参考にしたサイトにも似たような記載があり、やはり効果はあるようです。では、理想的な姿勢を見てみましょう。これは曲がりすぎですね、論外。何人だよ。ちょっとマシになりましたが、まだまだですね。進化すな。だいぶ姿勢が良くなってきました。敵も徐々にパワーアップ。うん、ほぼパーフェクトです。でも理想はこれだ。やめんかー。推し、授業中お腹ならないように、今のうちに体内の空気を排出せねば。何こいつ、マジキモいんだけど。すっきり、これで恥ずかしい思いしなくて済むぜ。お前の羞恥心の基準がわからん。みんな、授業前にクラス全員でゲップしようぜ。そんなクラス絶対嫌だ。皆様、大変お下品ですいません。というわけでね、いよいよ来週受験本番ですが、今まで勉強してきた成果を発揮して、合格を勝ち取りましょう。心配ないさぁ。ふ、なんとか書き消せたぜ。皆様、急に何か大きな声や音を出す人、きっとお腹鳴ってるのよ。このハゲーも、お腹の音を隠すためです。うくせまあ私も、テスト中カモフラージュでお腹の音に合わせて鉛筆落とした記憶が、あるある。マリサ先生、主くんか。え、なに、一体何があったの？なんか、図書室でグーグーならないように、グーグーの原因の空気を吸うのやめたみたいです。本物のバカかー。一分も持たなかった。はい、このアホリンピック金メダル最有力候補はほっといて。早食いだったり、お水大量に飲んだり、炭酸は NG だったり、グーグーなりやすくなる行動なども書かれてますので。ちょっとこれで悩んでる方は、説明欄に記載のサイトに行ってみてください。ということで以上、ほとんどネタの、お腹のグーグーを止める方法茶番でした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。